始まりました。今日は小島観光港待ち合い所に来ております。観光船乗り場イエイ。ということで今日はムクジ丸という観光船に、はい、瀬戸大橋の周辺を観光できるという、はい、クルージングをちょっと体験してみたいと思います。行ってきます。料金の方が大人1550円で、小学生のみ780円で、団体になると15名様以上でちょっと割引が適用されて、うん、少し安くなるということです。はい、で1日4便、3月20日から11月30日、あ、今月末までか。おお、そっか、毎日運行してて、で8月のみは12月、1月、2月がないのか。大人3人以上のご乗船で出航しますということです。少なすぎたらね、出ないっていうことなので。すいません、よろしくお願いします。これからですね、ムクジ丸のクルージングに行ってきます。ということで、瀬戸大橋周辺観光、はい、コースなんで、なかなか乗る機会ないなかなかないよね。フェリーみたいな感じがあるけど、すぐ海が近いから。
乗らせていただきました。めっちゃ楽しかった。めっちゃ楽しかった。なんか思ったより長くて、うん、めっちゃ満足でした。瀬戸大橋の真下を通ったりとか、あとなんかあんな近くで瀬戸大橋をなんか形見ることないから、あ、こんな形だったんだって、ま、なんかこうまじまじと見た感じで、すげえ良かった。なんかヌメの中で説明もいろいろしてくれるから、そうここが何の島ですとか、すごい楽しい旅でした。はい、また乗りたい。今日の動画はいかがでしたでしょうか。いつも最後まで見てくれてありがとうございます。いつもね、皆さんからのコメントとか、DM とかめちゃめちゃ励みになってます。
もうね動画を作ったりするモチベーションにもなるので、今後とも皆さんどうぞ楽しんで見ていただけたら嬉しいです。よかったら今回の動画にもコメントしてください。よろしくお願いします。次の動画もお楽しみに。